角待ちは本当に良くない。お前驚くとき視線ぶらつかせんなよ。ようだろ。しょうがないでしょ。本能でそうなっちゃうんだから。意識どうのこうので解決できるもんじゃないの。はい、というわけで皆さん。今回も匠クラフトやっていきますよ。今回は洞窟探索です。またたくさんの匠に出会い。出会えそうですね。うお。ただのコウモリかよ。いちいちそんなことでビビんなって。さっきのこともあって、神経が過敏になってんだよ。いつ匠が来てもおかしくないでしょ。後ろはしっかり警戒しとかないと。っていうかさっきから匠の声が聞こえてる。匠って音も立てずに突然来るから怖いけど、こういうところで匠の存在があるってわかると、それはそれでまた恐怖なんだよね。この匠は前回見たことあるぞ。いかにも特殊能力持ってそうな感じだけ集まってたね。これはガラスかな？よく見ると匠の顔が映し出されてるな。ほんとだ。ってことは匠耐性のブロックかな？っていうか普通に取ることはできないんだ。あっ、本家に似たやつ。本家と威力は変わらなそうだね。でもちょっと爆発のチャージが早かった気がするな。うん、それは思った。こいつは一体、消防士みたいな格好してんな。消火してくれるんじゃね。ありえないでしょ。むしろ発火元でしょ。流れてったな。っていうか奥にもう一人いるん。ここにもいたー。おっ、うまい具合に地形が役に立った。よくガードできたな。反射神経には定評のある私。お。匠式高性能爆弾を落とした。あいつはそういうやつか。その爆弾でいろいろ作れるぞ。そうなのか。今度試してみよう。やっぱり洞窟の中も匠の巣窟になってるね。めっちゃ吹っ飛んだな。まだ声が聞こえてる。こいつは確か爆発するとなんかのエネルギーを出すやつ。後ろから来てないな。よし。見たことないアイテムだ。匠式重力発生装置。装置ってことは、そのまま置けたりするんじゃね。ってことはあのエネルギーを自分で出せるってことかな。ないのかな。え、なにこれ。なんかすごいエネルギーの枠が現れたけど。これって中心の核みたいなの叩かないと壊れないから。あ、これはやばい。という感じのやつが現れるやつです。そして何気スポナーを発見。匠のスポナーがいいんだけどな。ないのかな。また本家もどき。相変わらずのおちょぼ口。こいつからは何も取れないのかな？どうせ倒してもせいぜい火薬な気がする。なんだとー。あいつあんな破壊力持ってたのかよ。完全に舐めてたな。っていうか死んだ時ってステータス消えるはずじゃ。これってバグなのか。は？あの野郎マジ許せねえ。あんなことするやつだったとは。っていうかお前もお前で見事に引っかかったな。そんなのマリサも一緒じゃないか。舐めてたなとか言ってたくせに。というわけで探索終了。さっき拾ったこれ。果たして置くとどうなるか。あ、やっぱりこれか。え、外に出れない。中心に引っ張られる。重力装置ってそういうことか。中心に重力が発生するわけか。なるほどね。これ使って何かできそうだね。ツルハシで回収できます。爆発するとブロックを生成する匠がいると聞いて、こいつがそうらしいね。おっぺんか。ちょうどいい感じのサイズだし、これを家にするか。謎の光源もあるしね。はい、内装整備完了。とりあえず家完成。相変わらずの豆腐だな。資源が少ないのよ。なんとしても匠耐性のあるブロックで作りたいからね。建築も済んだし、匠狩りに出かけよう。っていうか未だに羊が見当たらない。こいつ前に一回出会ったけど、全く爆発しなかったんだよね。こいつは敵じゃないんじゃないか。そんなことある？あ、来た来た。え？
あいつも瞬間移動できどっから来たんだよ。フェイントかけまくってマジで仕留めにかかるやつか。頭いいな。こいつがレンガ生成してくれたのかな。あ、全然違う。すげえ、一面砂利になっちゃった。これ家の近くでやられたら。は？何これ、バグってんの？爆発すんのかい？今の匠、バグってるわけじゃないな。そういう匠だな。随分トリッキーだな。すごいハッピーそうに回ってたね。あ、お前は。さっきはよくもモテ遊んでくれたな。報復させてもらうぞ。ふざけやがって。本家に似てるそいつは、花火をかますらしいぞ。花火炸裂。周りの奴らが消し飛んだけど。っていうかあいつから爆弾取れたんじゃなかったっけ。普通に倒せばよかった。こいつはジュークボックスみたいながらだね。確か倒したら CD がゲットできたはず。何この不協和音。はい、というわけで夜が明けました。ちょっと道具失ったぬ。道具を匠に取られちゃったけどね。そういえば、匠クラフトには新ディメンションがあると聞いたが、一体いつ行くんだ。ゲートを開くための材料はある程度揃ってるんだけど、王将の証ってやつが必要なんだって。王将っていかにもボスって感じだが、ちなみにそやつの体力はエンダードラゴンと同じ200。ガチモンのボスじゃないか。というわけでまず最初の目標は王将の討伐だね。どれぐらいの強さかは知らないけど、早いうちに倒して匠ワールドに行きたいね。っていうかさっきのトリッキー野郎がまた湧いてたんだけど。なんなんだよこいつ。